イマティア県、パンイ,イプシロンロイオタハイプシロンイシロンイプシロンイオタ、アルファーカッパイプシロンニュータウイタタウアルファー、ミューアルファーシータアルファ測地形、北緯40度35分統計22度15分、イマティア県は、県とはベロヤ、ナウサ市内を流れるアラピツァ川イマティア県の南東部には、ピエリア山脈の一部が連なり、また西部には、ベルミオ山脈が走っている。 県の大部分は、ヤッチで、県内最長の川は、アリアクモン川である。南は、ピエリア県、西は、コザニ県、北は、ペラ県、東は、テッサロニキ県にそれぞれ接している。東は、テルマエコス湾に面し、アリアクモン川はこの湾に注いでいる。イマティア県の気候は、主に夏が暑く、冬が涼しい地中海性気候である。一方で、県中央部よび、 西部の山岳地では、冬が厳しい気候となる。現在のイマティア県の地域は、古代は、マケドニア王国が支配していた。今、ティアとは、古代は、アリアクモナス川とルディアス川の間の地域の名称であり、エデサや、アイガイ、ベロイア、キティオンといった町を含んでいた。その後ローマ帝国やビザンツ帝国の支配を受け、1400年代には、オスマン帝国に併合された。 その後のバルカン戦争の講和条約である、ブカレスト条約及び、ロンドン条約の結果、ギリシャ王国に編入された。その後、人口は増加して、農業も発展し、近代化が進められ、インフラストラクチャー整備も進んだ。キド戦争中は、小アジアからのギリシャ人難民が今ティアにも移住した。第二次世界大戦とギリシャ内戦では、今ティアは大きな被害を受けた。 1947年にはイマティア県としてテッサロニキ県から分割された。1950年代及び1960年代にはイマティア県は人口の流出に苦しんだ。一方で電気が普及するなどインフラストラクチャー状態もさらに向上された。21世紀に入ると失業率が深刻な状態に陥り人口は減少した。2007年には 自然災害による被害を受けた。今ィア県今ィア県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。今ィア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としての今ィア県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。ノモスとしての河原県には以下の軍があったが 2006年に合法的な位置づけは行われていない。今ィア県では主に桃やイチゴが生産されている。またジャムの製造でも有名である。ありがとうございます。